95年にフォーダーライン側とヒンターライン側の渓谷地帯及び、ライティア地方に形成された同盟で、しばしば、オバーバンドと呼ばれる。灰色同盟という名前の由来は、人々が身につけている、手織りの灰色の服である。灰色同盟は1471年に、ライティア地方の他の二つの勢力、ゴッテスハウス同盟と重サイバンク同盟と共に3、同盟を結成した。 さらにスイス同盟とも同盟関係を築いて30年戦争に向けた増強に大きな役目を果たした。同盟は最終的にはグラウビュンデン州の一部となった。なお同盟の所在地であるグラウビュンデン州は灰色同盟を意味するドイツ語グラウエ・ブントがその名の由来である。十二世紀後半、ライテア地方の警告の共同体は外して小規模で独立していて、 大規模な土地所有者は、ほとんどおらず、中央機関も存在しなかった。何年にもわたるフェーデと紛争が、ベルモントやベルデンベルク及びレチュンスの貴族と、クール司教の間だけでなく、小貴族たちの間でも影響を及ぼした。そして絶え間ない戦争でこの地域の貿易と輸送は、深刻な打撃を受けた。争いを減らし貿易を活発にするため、警告の指導者と貴族たちは、 同盟や連盟を結成することを提案した。この同盟が灰色同盟と呼ばれるものだった。灰色同盟は、アルプス山脈のフォーダーライン渓谷とヒンターライン、渓谷の21の共同体が提携して、設立された。1395年2月14日、3人のフォーダーラインの大貴族は、イラン付き措置州裁判所の大議員と共に、永久同盟を創設した。 同盟は主に高知に位置していたため、高知同盟とも呼ばれた。5日後、白爵ヨハンフォン・ベルデンベルクザルガンスが、フリムスで同盟に参加した。同盟は単なる軍事同盟を超えていた。街道の治安工場を担い、同盟内での自由貿易を求めた。法律が統一されて、平民にも保護を受ける権利と公判定の権利が与えられた一方で、殺人、誤殺、 強盗及び盗難には厳しい罰が課せられた。また、乱と平和令と呼ばれる犯罪、刑罰と権利の溶乱が確立された。この下では、紛争は紛争ではなく、裁判で解決されなければならず、法律と刑罰が統一されて、法の支配が強化された。こうして、被害者による独断的な懲罰から近代的な刑法へと発展する第一段階となった。 1399年4月4日、ベルデンベルクハイリゲンベルク博に除任された、ホーエントリン地区の支配者とトリン、タミンスの人々、さらに、ライヒエナウへの有料教が加盟して、フォーダーライン渓谷全体が同盟の一員となった。1400年5月25日、同盟は、グラールスと別の同盟を結び、グラールスの牛の商人やその他の貿易業者に、南の街道を開放した。 1424年3月16日、同盟は、その存在を再確認し拡大するために、トゥルンの伝説的なカエデの木の下で会合を行った。これ以降、灰色同盟という名前がもっぱら使われるようになった。ちなみに、灰色とはこの地域でよく見られた手織りの灰色の、ウールの服のことである。この会合でトゥルンには、一般人の最高高素裁判所として機能する。 公平な同盟裁判所が置かれることになった。当初は12人の裁判官が任命されたが、後に15人に拡大された。1424年には、ヒンターライン渓谷の共同体である、ハイゼンベルクイコールトゥージスやシャムス、ラインバルトが完全に加盟した。こうして、同盟は、ホーダーライン渓谷のルクマニエ峠に加えて、戦略的に重要なシュプリューゲン峠と サンベルナルディの峠を手中に収めた。また1441年にはカツス修道院が加わった。さらに1480年4月23日、ミソックスと二条流のメソッコとソワッツァ近辺の地域が加盟し、その後1496年にジャンジャコモトリブルツヨの援助で残りの地域も加盟した。こうして同盟は拡大し、最終的には8つの地区で管理された。 この動きと同時に1406年と1525年にゴッテスハウス同盟の一部が加わり、1440年にはクールが同盟に加わった。ついで1471年には10サイバンク同盟が参加。こうして灰色同盟、ゴッテスハウス同盟及び10サイバンク同盟の結合は3同盟として知られるようになった。百七十一年頃以降、 三つの同盟は三同盟を結成した。そして1524年9月23日の永久盟約によってナポレオン・ボナパルトが解散させるまで残ることとなった三同盟憲法を作成した。しかし同盟は現代の意味における統一国家ではなく三つの国家の連合として共同し同盟の実質すべての問題は国民投票によって対処された。 さらに三同盟が近世ヨーロッパにおいて独特だったのは各同盟が集団決定を根拠として当時防衛を行うという共産主義的形態を実践したという点である。三同盟は通常はスイス同盟と同盟関係にあった。当初の目的はハプスブルク家の拡大への対抗であったが1520年にミラノ公国とのムッソ戦争で三同盟はより スイス同盟に接近したからである。この関係はナポレオン戦争が起こり、1798年設立のヘルベティア共和国に吸収されるまで維持された。1803年のナポレオン朝廷法の後、三同盟はグラウビュンデン州の一部となった。ありがとうございます。